V ブレーキ V ブレーキとは自転車に用いられるリムブレーキの一種である。ワイヤー式リムブレーキの中では最も強力な制動力を持つ。同様の基本構造を持つブレーキは古くから存在していたが広く普及したのは日本のシマノ社が1990年代後半にマウンテンバイク用ブレーキとして製品化してからである。V ブレーキの名称はこの際に与えられた シマノの商標であるが、日本国内ではこの形態のブレーキを表す一般名詞として定着している。逆派の字型に開いたブレーキアームがアルファベットの V を連想させることがこの名前の由来になった。なお、日本工業企画ジス D9414 においては、カンチレバー V 型とされている。また英語では、リニアップルブレーキ、または、 ダイレクトプルブレーキとも呼ばれる。こちらはこの形態の動作原理を端的に表した命名と言える。2本のブレーキアームの下端がフロントフォーク及びシートステー状の台座にボルトで固定される。両アームの上端は横方向から入ってくるブレーキワイヤーでつながっているが、この部分はタイヤが巻き上げる泥などが跳ねかかる位置にあり、また水平方向に配置されているために雨水などが 侵入しやすいため、エラストマー製のブーツで保護される。横向きのワイヤーを上へと方向転換させるためにリードパイプという部品を組み合わせるのが普通である。ブレーキレバーを握ると、ワイヤーで繋がれたアームの間隔が閉じ、アームの中間に取り付けられたブレーキシーがリムに押し付けられる。てこの比率が大きく、V ブレーキ以外のブレーキよりも、 ブレーキワイヤーサ動量を多くする必要があるため、ブレーキレバーは基本的に専用または兼用のものを使用する。ブレーキブーストの一例 V ブレーキは強力にリムを挟み付けることが可能であるが、これは同時にブレーキ台座が開く方向に強い反力がかかるということでもある。そこでブレーキブースターと呼ばれる馬蹄型の部品を追加し、台座が開くのを防止する場合がある。また、 V ブレーキにはパラレルリンク機構というシステムも存在する。通常の V ブレーキはブレーキシューが台座を中心に円弧状に動くがパラレルリンク機構では左右のブレーキパッドが平行に動作する。これによりブレーキタッチの上質化やブレーキパッド位置の調整を容易化している。反面複雑化し重量が増す。V ブレーキ用パワーモジュレータパワーモジュレータは V ブレーキのワイヤー中間に組み込む装置である。島の車製品の中には、初めからこれを組み込んだ V ブレーキもある。パワーモジュレータには内部に強いスプリングが組み込まれており、ブレーキレバーを引き始めるとまず、ブレーキシューが弱い力でリムに接触し、次にリード管を経由して反力が戻り、リード管とアウターワイヤーに挟まれたパワーモジュレータが作動し始め、 スプリングが圧縮されていく。ブレーキを引くインナーワイヤーの力は、ブレーキ周をリムに押し付ける力となると同時にこの、スプリングを圧縮する力に逃がされていく。スプリングが強く圧縮されていくにつれ力は、ブレーキ周に多く伝わるようになり、ついにスプリングが完全に圧縮されるとパワーモジュレータは、作動を終了し力はダイレクトにブレーキに伝わる。パワーモジュレータは、 ブレーキレバーを引く量に対して、ブレーキ力が最大になるまでの引き量を大きくし、鋭敏なブレーキ力の立ち上がりを緩和する調整装置として働く。なお、パワーモジュレーターを使用することによって、ブレーキレバーを少し引いたくらいではタイヤがロック、するほどの急激なブレーキ力はかからなくなるが、一杯まで一気にレバーを引いてしまえばパワーモジュレーターは、動作範囲を超えたイヤは、 ロックしてしまう。ABS 装置とは異なり、タイヤロックを完全に防止するための装置ではない。また、ブレーキ力を増強したり、機器を良くするための装置ではない。V ブレーキには、アームの長さを短くして、ロードバイク用のブレーキレバーの引き代で操作できるようにしたミニ V ブレーキ、またはショート V ブレーキと呼ばれるものも存在しており、クロスバイクや、 マウンテンバイクにドロップハンドルを取り付ける改造を施す際によく用いられる。ただし左右のアームをつなぐワイヤーの位置が低くなるため、太いタイヤとは組み合わせられない。テクトロ社の RX3、RX5 が代表的。商標広報4612,297。特許庁2018年3月26日閲覧。ありがとうございます。